はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。プロジェクトクロスゾーン2、では第9話進んでいきたいと思います。なんてことだ、サイバースペース内をもう移動できなくなっていたなんて。カオスゲートが停止しているとなると本格的にお手上げだぜ。この世界にはアウラはいない、ログアウトもできないし、どうすれば。間違いが起こらないのはいいとして、いないというのは困ったものね、システム管理者が。俺たちもそれを当てにしていたからな、どうするかだな。はあ、こうしている間にも見失ったベガは何をしているかわからないし、金の鎖の剣もある。こんなところで足止めを食らうわけにはいかない。ゲームの世界に入れるなんてなかなかないんやがのう。ふう、こんな状況じゃなければいろいろと遊べるんだけどな。スーパーパワーアップウォーゲーマーと呼ばれたわしのゲーム魂を見せる暇もないの。なんだそりゃ。今のザ・ワールドは危ねえ。システムが不安定になってんだよ。この台座の傷跡だってどこに繋がっているか。繋がってるって何？この傷跡がどこに繋がっているかか。この傷に何か意味があるのか。俺の PC には傷跡から使用外のエリアにつけるサインハッキングがある。使用外、通常のシステムの外ということか。そうか、システム上にあるカウスゲートは使えないけど、その外にあるものなら。長谷尾くん、やってみてくれるかい。ああ、こんなところに閉じ込められちまうわけにはいかねえからな。意味がよくわからん。サインハッキング。おお、反応しています。激しく反応しています。先ほどの踊りエネルギーの力でしょうか。ほう、やるではないか。いいよ、長谷尾、もっともっと。へっ、任せとけ。盛り上がってるところ悪いんだけどさ。ん、どうした。どこに行くかはわかるのこれ。え、長谷尾、わかってるんじゃないの。あ、いや、知らねえけど、とりあえずここからは出られるだろう。ちょ、もう戻れない。どこへ出る。こいつは。お、レオン・エス・ケネディ。教会どういうことなんだ。この教会は滅菌処理で消失したはずだ。ハニガ、こちらレオンだ。目的地に着いた。ハニガ、応答しろ。相変わらずの通信が繋がらないな。こんな時にこの辺りに現れたという金の鎖も見当たらない。妙なことが多すぎるな。入ってみるしかないか。連絡はつかない。援軍もなし。情報も当てにならん。泣けるぜ。おお、いいね、泣けるぜ。やはりあの時のままか。違うのは避難民も BOW もいないということだけだな。もう少し調べてみるか。特に変わったところはないが、やはり通信はつながらない。一度ここを出るしかないようだな。すでに存在しないはずの場所が存在する。ただそれだけか。それだけで済む問題なのかしら。何？誰だ？お、お久しぶりね。エイダ。エイダ。どうしたのかしら、こんな場所に一人で。そのセリフそのまま返すぜ。ここで何をしている。まさかこの件にはネオアンブレラが。無関係と言っておくわ。信じる信じないはあなた次第だけど、もし関係があるならわざわざ姿を見せたりしないわ。そう思わない。そうとも限らないだろう。俺のことが気になったとかな。不安そうにキョロキョロしてるあなたを見てるのは面白かったけどね。まあいいぜ。無関係なお前がどうしてここに。バイオハザードの後始末で消えたはずのこの教会がどうして再び現れたのか、それを確かめるため。まああなたと同じね。金の鎖のこと何か分かったことはあるか。何も。私が来た時にはすでに消失していたしね。信じる信じないは俺次第か。だがこの場所は放ってはおけない。この教会の地下に。待って、誰か来る。
ふう、この付近の回収は間に合ったみたいね。あとは地下の施設を。あら、女、何者だ。気づかれたよね。おお、ワープできんだこいつ。はい、お二人さん、アン、お邪魔だったかしら。大丈夫よ、そこまでは仲良くないから。今の身のこなし、普通の人間ではないな。武装もしているか。軍の関係者にも見えんが、何者だいあんたは。人に名前を聞くときは自分から名乗るものよ。見る限り素人さんじゃないようだけど。レオンだ、レオン・S・ケネディ。ある組織のエージェントをやっている。エイダ・ウォンよ。彼とは、そうね、同僚ってことにしておいて。あんたは銃と侍ソードをぶら下げて民間人だとは言わないよな。私はサヤ。所属はどうしようかしら。日本のシンラって組織の下っ端よ。全然違えし。シンラ、超常現象を扱う日本の政府機関ね。俺も何年か前に仲間から聞いたことがある。日本政府が動いたということは、今回の件ここだけで終わりそうにないな。まあそうね、ここだけじゃ終わらないのは確かね。そうなるとやはりこの教会の地下か。ここには BOW の研究施設があった。それも一緒に復元されたと見るべきだろうな。地下のことを知っているということは関係者ということね。変に勘ぐられる前に始末してしまった方がいい気もするけど。おお、ちょうどいいタイミングできたね。転送は成功したみたいだけど、ここはどこだろう。また聖堂？随分傷んでるけど。ザ・ワールドの別の聖堂か？いえ、通常空間だと思われます。この感じ、確かに電脳世界とは違う。お手柄だ、ハセオ。ザ・ワールドから出ることができた。当たり前だ、俺が考えなしにやるわけねえだろ。多分考えてないよね。絡むじゃねえか、カイト。だってほら、ハセオと僕の姿。なんかおかしいところある？会った時のままだと思うけどな、私。ああ、元の PC ボディのままだぜ。バグってもいねえし。ん？おい、なんで俺たちそのままリアルに生きてるんだ？そうか、カイトとハセオはゲームのキャラクターのはずだ。そのまま現実に？前回の事件の時と同じなんだ、ハセオ。なんとか戻ってアウラに相談しなきゃ。車両もザ・ワールドに置きっぱなしだからね。それについても相談してもらわないと、アウラに。イライラは良くないな、ドクター。現実世界に戻ってこれたのは大きい。問題はここがどこかだ。待て、誰かいる。上か。でもこれさ、クリスとさ、レオンってさ、一応顔は知ってんじゃん。奴らはなんだ、急に現れたが。どんなトリックかわからないけど、随分と雑多な集まりね。正体不明な上に、多勢に無勢か、ここは一度引いた方が。ん？あれは。あの男。レオン、お前レオンか。俺だ、クリスだ。BSAA のクリス・レッドフィールドと相棒のジルだ。レオンって、レオン・S・ケネディ？随分と老けてる気がするけど。BSAA のクリスにジルだと？騙されはしないぜ。あの二人はそんな若くない。雰囲気は似てるがな。ちょっと失礼じゃない？それに、BSAA は今、そんな古い装備は使っていないはずだ。どこから持ってきたか知らないが、勉強不足だな。簡単に語っていい名前じゃないぜ。何を言っているんだ、古い装備だと。お前こそ本当にレオンなのか。クリスさんたちの知り合いというわけではないんですか。少なくとも確実に知っているやつはいるな、あのメギツネが。はーい、お揃いで。しばらく見ないうちにまた大所帯ね、坊や。さや、どうしてこんなところにいる。ここはどこだ。どうしてかは内緒。そしてここはアメリカのトールオークスよ。アメリカじゃと。現実に戻ってきたはいいが、そんなところに。クリス・レッドフィールド、ジル・バレンタインのそっくりさんに他は何者なの。オーマよ、私たち神羅と対立する極悪非道な連中ね。ふざけるな、オーマのエージェントはお前だろ、サヤ。どうなってるんだ。こちらを混乱させようとする偽物よ。組織があんなバラバラなメンツだと思う。明らかに仇じゃないのもいるしね。そりゃ悪かったの、お姉ちゃん。あの悪名を名高い三島一家も取り込んでいるのよ。三島だと。ふん、これは旗色が悪いかもしれんの。ガッハッハ。笑うところじゃない。レオンさん、私たち怪しいものじゃありません。マジでマジで
どう見れば怪しくないんだ。これからどうするのでしょう。どうにもならない予感がプンプンします。うらら、ここは盛り上げなくていいの。私はインターポールのチュンリーよ。こんなだけど BSAA は本物。そこにいるのがサヤが偽物、いや敵対組織のオーマのエージェントだ。インターポールの名物刑事ね。でも彼女も少し若い気がするわ。クリスやジルと同じということか。どうなってるんだ一体。だが向こうが言っていることが本当ならサヤと言ったな。あんた、あん色男、私がそんな悪い女に見える？その証拠にほらやられるぞ。わ、どこに潜んでたの？転送？カムロ町に出たゾンビと同じ連中か。 BOW、 この連中が持ち込んだのか。この場所でまたあの時と同じことが起きる。そうみたいね。怖い怖い。少し古い BOW なのは気になるわね。 T アビスにタナトスを使ったモデル、確か 7,8 年前のものじゃないかしら。クソ、何が本当で何が嘘なんだ。敵と味方がはっきりしないぜ。さやめ、何のつもりだ。どうして回りくどい手を使う。逃げるわけでもなく襲ってくるわけでもなく、高みの見物とはな。時間稼ぎか。何のために。インタビューを続けたいですが、どうやら時間はいっぱいいっぱいみたいです。そうじゃな、ゾンビどもすぐにでも飛びかかってくるじゃろう。そこにいてくれレオン。こいつらを片付けて話を聞かせてもらう。わかった。この状況で逃げも隠れもしない。正体がわからない以上協力もできないがな。あなたは逃げなくてもいいのかしら。この騒ぎがどうなるか見ておきたいのよ。あなたが何を持っているのかも興味があるし。さて何のことやら。ふふふ。心の中にある幻影。とりあえず今のところは雑魚敵だけっぽいな。宝箱は、まあ、パッと見る感じはなさそうかな。こっちはいけないんだ。じゃあ各機3回して敵を迎撃しろ。こいつの弱点は、おーら、爆薬はまだあるわ。次よ。いい感じです。こいつはいけるか。無理か。相手になる。あんまりな、3回しすぎるとな。でも行くぞ。これいけなくない？あっちに来るのを待つしかないのか。右のやつはちょっと来るのを待とう。あと上の方に行けばいいのか。わかりました。わかった。こいつは機動力があるからな。ブロックは持ってない。よし。私に任しときなって。ほらほらほら。こいつはパワーがあるな。指揮を対処。必殺技も使っちゃおう。結構たまりは早いですからね。これから逃げられはせん。逃げはしない。地獄へ落ちろ。終わりだ。まずったな。6000しか当たってない。行くか。あ、チュンリーはこいつを倒すか。うまくいったら。ほー、逆上がるわ。弱っ。コスモスもこっちに護衛につけよう。三島一家は、まあ、左の方に行きますか。でこいつはここでいいや。おう、あいつアホか。コンピューターはそういうの気にしないんだね。敵のコンピューターはトラップとか。これでも攻撃すると、あれ、ザワールドに
XP 増えるかなって思ったけど。おーっと奥になった。仕方ありません。剣と召喚術で助けます。本気で切ります。切ります。もう誰も傷つけさせない。それで終わらせます。もういないけどね。楽しかったし。おお、こっちに来たか。わざわざ毒にしていくとは。お、突き寄った。あ、そうか、これピオリか。その代わりに攻撃力が弱い。ついつい使っちゃうな。 A ボタンで出せるから。68。これストライナー飛竜結構レベル上がん。おいて早いな。あくびが出た。これだな。へしおる。若干残ったか。お、なんか出てくる。てかこの教会なんだっけ、バイオ6一周しかしてないからな。ちょっとあんまり細かいところは覚えてないな。なんじゃ、祭壇が開いた。勇者とか出てこんじゃろうな。ずいぶん大げさな仕掛けだが、地下に続く通路か。やはり地下施設も生きていたか。レオン、地下施設のこと知っていたの。ああ、前に来たからな。部外者には知られたくなかったが、これだけ派手に開かれたら機密も何もあったもんじゃないがね。ふう、終わったようね。終わった？まさかくだらん嘘で周りをかく乱したのは。おお、こいつらが出てきた。ヒャッハー、完了しましたぜアネゴー。サヤ様、回収は問題なく。あ、この二人、大間の馬と鹿コンビ。馬と牛だ、小娘が。ん？こいつらは死んだの？あら、正体がこれでバレたよね。ふう、これはお仕置きね。つまりサヤ、お前は。あん、女に根掘り葉掘り聞くのはいい男のすることじゃなくてよ、スコット君。サヤよ。そしてチームメンバーたち、ガム。俺、人間ベースがいる。任務完了しました。ご苦労様、カタナちゃん。あとはお掃除しちゃいましょうか。わかりました。痛い目に合わせます。アルフィミーの声ですね。サヤ様、地下施設で使えそうなものを連れてきました。おお、気が利くこと。お仕置きは勘弁してあげようかしらね。お仕置きは問題なしでさ、ほら出てこいや。おお、こいつは。うわ、キモ、なんか死体の親玉みたいなの出た。教会の地下にあんなやつが寝てたのかよ。下には BOW の研究施設があるとでも言うのか。あれは、うーすたなく、あんなやつまで出てくるとはな。ち、最初に現れた旧式の BOW も、オーマが連れてきた連中だったってことか。シンラと敵対するオーマが BOW を手に入れてどうするつもりなのかしら。少し調べてみた方がいいかもね。そういうわけで、私はこれで失礼させてもらうわ。エイダ、あの BOW を野放しにはできない。私は別に気にならないから。じゃあ、またね、レオン。さよなら。あいつも消える能力を持っている。私も気にしてないから、嘘をついたことについてはごめんしてね。女に振り回されるのには慣れてる。釈然とはしないけど、本当にレオンのようね。それは間違いない。
信じるかどうかは別だが。レオンさん、あなたがクリスさんに会ったのは7年前ではないですか？どうしてわかる？確かに T ・アビスの件が片付いた後だから7、8年前になるが。どういうことだ弁護士。これは推測ですが矛盾はない。お忘れですか？僕たちが7年後のザ・ワールドから現実の世界に出てきたことを。そうか、勝手に思い込んでいた。僕たちはディビジョン2からそのままリアルに来たのか。じゃあこのレオンは私たちから見たら未来のレオンなのね。そしてレオンから見ればクリスたちは過去の姿のままということか。まさか時間を超えてきたなんて言うんじゃないだろうな。そのまさかだし、それ以上なんだけど、今を手伝ってくれませんか？わかった、後で話を聞かせてくれ。すまないレオン、7年後のお前だというなら納得がいく。ずいぶんすんなりと受け入れるなクリス、俺はもう泣きそうだぜ。え、あいつあそこにいるの？上から降りてこないといけないの、もしや。あれ、レオンどこ行ったあいつ勝手に誰かに組み込まれたのかな。まあいいや、とりあえず倒せるやつを倒していこう。これは決まりだ、キャプテンコレだ。404040って単発はあんまり強くないな。了解です。近接戦闘バルティーシャットダウン、やオリビオ続行シャットダウン、や痛みは私を。結構経験値が入ったな。ってことは、あー、こいつ毒か。2000、結構食らう。ゼロ、ここはブロッカリか。解除してもらおう。9レベル。じゃあちょっとストライダー飛竜とチュンリーを前線に出して。始めるよ。まだまだ。こいつは並べとこう。行こう。なるほどくん。おっしゃ。26000、結構パワーあるな。ウスタナクが一番強いじゃん。私ですか。じゃあちょっとまず、あんまり出すぎるのもな。このザコはちょっと反撃で倒したい。俺が行く。からこんな感じにしとこう。始めるぞ。行きますよ。うわ、毒って自動で治んないのかな。やるぜ。リポートします。一応アイテム使うか。まず状態異常の毒を直して、減ってるから回復をしよう。ほいほいと。私かな。コスモスちょっと一歩前に出るか。さあ来い。お、今大丈夫か。なんか状態異常になった気がしたけど、気のせいだったか。あんまり言いたくないセリフだ。やってやるぜ。おお、気合い満々だな。何これは。完全防御しとこう。ちょっとサービス、クサビ、クラッチ、瞬間、シュート無駄なのだよ。さて、減った分を取り戻さないと。ブーマシューナツ、マイル、マイル、ハイソコ、消え
何？そこそこ残ったな。了解です。こっから狙ってくるのか。SP-30。もう鍵マークがつくのってなんだ？やばくない？こいつらはあれなんだよね。複数攻撃を持ってないんだ。きっと。ここは私にお任せしよう。マジ？おらおらおら。最後はこれで決めるよ。さよなら。コスモス射程2か。どうしよう。まずこいつをサヤをぶっ倒しとこう。2万6000くらいだったらなんとかいけそうな気がする。ブロックがあるから解除はしてもらおう。タフだな。おお、マジか。あとでまたリンゴを食おう。おっと、めっちゃ減る。これやばくね。リンゴどころの話ではない。大丈夫だ。雑魚敵を攻撃しつつ貯めて。今回はっていうのもな。貯めれば負けよ。皆さんこんにちは。それでは撃ちます。銃鳴らします。ほりゃ PC ボディでの戦いにも慣れてきたね。倒した。あ、そうか、普通の敵か。でまた 100% 溜まったから攻撃をしつつ必殺技を使ってこう。戦線を維持します。シノブレード傷口からね。シュラの一気にして涙流るる。おい、やばやちゃうへしおる。なるほど、これでクリティカルが出るんだな。ショータイム。遊びはなしだ。いつもより多めでいくぜ。たぁ、正気。うお勝負をつける。必ずな。終わらせる。くそ、仕留めそこ。あんまり密集するとダメージを食らいそうな気がするんだけどな。フォローミー作戦開始。すっげえな、意義あり。やっぱり一か八か進むしかないもんね。意義あり。決まったね。ここからよ。スナイパーライフル撃ち切れ。ナイフル抵抗しないで。チャリンク仕留め。64か1回で。こいつようやく8レベル。やばいやばいやばい。ミッション開始。めっちゃ詰まってるなここ。最後に毒を解除して、でヒット分1回リンゴを2個食って、あと減ってるやつに、よしこれで万全だ。相手になる。全然進めん。あ、こいついたのか。こいつ相手にしとくか。ちょっとゲージを貯めたいからな。ブロックがあるから、まずこれでブロックを解除しよう。もう少し早めにやんないとダメか。おー、来るね。まあただ139くらいだったら攻撃をしてゲージを貯められるからな。
よしよしよし、 100%OK。 できれば150まで貯めて1回完全ガードを発動させたい気もするけど、あれ、なんか技使ってきた。おー、食らうなー。だがそれが、普通の攻撃だと全然減らせらんねえな。150は溜まってるか。見ててくれ、トラミクス重ねて重ねて重ねて、リボン、こいつで決める。次あたり必殺技を使った方が良さそうだな。もう完全に溜まっちゃってるんで、しかも向こう100溜まってるし、反撃しよう。こいつの技弱いんだよな、多分基礎攻撃力が弱いんだろうな。まあそうも言ってらんないんで、この落ちてくる直前で、惜しい。あれ、これはめっちゃ当たるな。300強、400弱ってところか。これが俺のけじめだ。見せろ。俺を本気で怒らせた。これはもう防御でいいや。私ね、特に敵の EP も溜まってないから反撃しとこう。頼むぜ。よし、しっかり。この黄色くなるとクリティカルですね。で、地面スレスレで攻撃をするとクリティカルの確率がアップすると。次のターンでこいつは倒したいな。雑魚敵が、雑魚敵と呼べるやつらはもういないのか。基本ボス系か。後ろのやつから攻撃していこう。完全に詰まってるからな。ほいほいと。まずはブロックガード。キャプテンコルダー当たってなくね。お、気絶した。気絶するんだ。ちょっと残ったな。これで技を使うのはもったいない。あいつはもう普通の攻撃で倒せるから、ちょっとストライダー飛竜で一旦こっちだな、減ってる方を攻撃して。私に任しときなって。赤車、大名車、後ろだ。敵に行け。あらはばき、お願い。これで技を使う。7000、お、いけそうだな。1回につき450、強え。あれ、残った。いや、まだある。決めがある、決め。あ、なんか全然全然ダメージ当たるわ。強えな、ストライダー飛竜。スキルスロットが増えた、やったぬ。仕方あるまい、今回は予想外の戦いだった。まさかこんなところまでやってくるとは。神出鬼没でごめんなさいね。ついでに何をやってたかも教えてくれない？言えるわけがない。本当にお仕置きをされてしまうのでな。お仕置きくらいなんじゃ。ほれほれ、それくらい我慢して話すがよかろう。貴様と一緒にするな。ぬ。馬馬車のように働くとはまさにこのことね。よくわからん。8レベルか、こいつまだ。7レベルのやつっていたっけ。こいつらか。攻撃できる？できねえ届かん。ま、しょうがねえな。じゃあ最後に
親分で決めさせてもらうか。邪魔だ、9レベル。今回は準備も足りなかったし、しょうがないかもね。例のキングザリのことか、サヤ。安易な鎌掛けには乗らなくてよ、坊や。まさかピンポイントでここに来るなんて思ってなかったけど、腐れ縁ってやつなのかもね。じゃが今回こそは決着じゃ。尻を洗ってまっちょれ。そこは首にしておこうかしら、チャオ。オーマの目的が分かれば、奴らの行く場所を絞れるんだがな。あと残ってんのは、この、種別不能だけど。あ、届かない。あ、届くか。倒せそうなやつから倒していこう。ギルちゃん、先行くで。お、これもう一回いけば 100% 溜まるかな。溜まった。敵の体勢を破壊します。狙い展開。やっ、最終ロック解除します。装填インフォー発射。私は負けられない。警戒レベルを引き上げます。2万。勝負だ。攻撃できる。大丈夫よ。行くわよ。僕なりにやってみる。高いコロッカー。いいやん。そこでブロック解除できんな。マジで。マヨちゃん、合わせて。せーの。無茶しないでよ、ハセオ。いきなり。さあ、とどめだ。とどめを刺す。ノーラ。ヒル。やばいわね。吐いて。止め。急所を外したよ。おお、みんなロックされた。何なんだマジで。これも任務だ。強行突入するわ。スキャンするわ。そこだ。手榴弾を終えろ。決める。ああ、今ちょっと地面ついちゃったな。ここら辺全然ダメだ。敵データの更新が必要。あとはこいつの攻撃か。腕輪の力で。マジマの兄さん、すごい勢いでいきます。ポンポン、アレックスピック。じゃんけんポン。打ってみたいと思います。キュー、フィニッシュ。あ、技止まってんじゃん、よく見りゃ。この力を使うよ。パワー全開。かっけえこれ。しぶとすぎんだ。おお。はい。そうだな、射程とかもちょっと考慮しないとダメだな。射程3のやつはなるべく後ろから攻撃して。いって。行くぜ。反撃しとくか。毒になったけど。反撃。私に任しときなって。転がり。こいつ普通の攻撃で倒せそうだな。よし、こいつでゲージを貯めて、なるべくレベルの低いやつ。デミトリー&モリガン。いけない。そもそもいけない。コスモスをちょっと、じゃあやってみるわ。ここら辺に置くか。近接戦。攻撃を続行。止まりなさい。ガードがあるからな。攻撃を続行。止まりなさい。どうこれで。いや、もういいんだけど。こうか。次頑張りましょう。おお、食らってしまった。だがこれもレベルを上げるため。ああ、間違えた。こっちに入っちゃったよ。
1万技使えば当たるかな。4779、一発で400近く当たってくれれば10ヒットくらいするです。全然ダメだ弱っ。ちょっと残るな、これは。あ、残ったな、やっぱり。さようなら。しょうがない。レベル8のやつで倒そう、じゃあ。あれ、こいつも7だ。いけるか絶対無理でしょ。私ね、こいつらだな。ほい、ほいっと。親父、見ててくれ。これで倒せるんじゃん。立ち休み、これで済むと思うかね。それは甘かったか。あんまり言いたくないし。よー、9レベル。電気が。うおー。消えてったな。く、逃げたか。やつはしつこいぜ。逃げたからって油断はできない。なんや兄ちゃん、あのでかいゾンビに詳しいんかい。ああ。どうも引き際が分かってないやつさ。で最後はこいつで。覚悟はいいな。ん？誰？行くで。そうそうそう、こいつこいつこいつ。ねえ。勝機は逃さん。受けろ。はあ、走れ刃。背にかかる。はじき。投げる。蹴り殺されたか。やれやれ、10レベル。あれ、こいつ10レベルだっけもう。いや、ちまった。お仕置きのことを考えちまって集中できなかった。クソ、こんなことならもっといろいろと掘り出してくるべきだったぜ。 EOW は牛野郎に扱えるもんじゃない。やめとけよ。うるせえ、ついでだついで。俺は忙しいんだよ。モズ、ドズ、なんだっけオーマは何をやろうとしている。喋るわけねえだろ。次も出張だ。あばよ。大変だな。出張が多いのか。出張じゃと？ちゅうことは、世界各地を回っておるようじゃな。金の鎖に関することと推測されますが、情報が少なく解析は不能です。ちょっと編成とかももう少し考えよう。あと装備だな。適当に装備させてるからな、装備品を。タイムスリップしてここまで来たというのか。それもネットゲームの世界から。クリス、ジル、俺もお前たちももういい年なんだぞ。そういうな、レオン。これは事実なんだ。受け入れなくてはな。大丈夫、すぐになれるわ。でもレオンさんの話を聞く限り、ここは8年後の世界に間違いないみたいだ。あかんな。どないして戻ればええんや。なんだっけ、何の兄さんだっけ。方法はあるはずだ。オーマは俺たちの時代から来たわけだからな。マジマだああそうか、少なくともこことはつながっているはずだ。そうなるとこの地下だな。レオン君、この先は研究施設だったね。ああ、前にここがバイオハザードに襲われた時、脱出するために入った。研究施設を抜けると地下遺跡に出る。そこから水脈をたどって島の外へ出られるはずだ。島の外に出るのが目的ではあるまい。いや、この感じは奥に揺らぎがあるな。揺らぎ、異世界に続くもんか。カオスゲートの現実版みたいなもんか。異世界とは限っておりません。まったく、ナツヤンやヒリュウ君は過去と未来から来てるしね。ま、確かにね。そうと決まれば行くっきゃないっしょ。その通りじゃな。やるっきゃないっと。揺らぎについては神羅の専門だろう。確実性のある方法はないのか。分かっていないことも多いから、揺らぎは。そのためにもサンプルは必要なのよ。サンプルって結局行ってみろってことじゃない。今はあのメギツネを追いかけるべきじゃろう。うまくいけばわしらの時代に帰れるかもしれん。ああ、揺らぎが消えてしまったら本当に身動きが取れなくなる。行こう。ゾロ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 と地下に入ってったな。で、今回仲間になったのはレオン・S・ケネディ。エージェントをやってる。
バイオハザード6。エイダも一応味方で登録されてんな。女に聞くものじゃないわ。あれ、エイダって皆川純子だったの？声優さん知らなかった。他はいないね。はい、というところで9話のところでバイオ6のレオンが仲間になりましたね。まあやっぱりね、やった作品だとちょっと愛着が湧きますね。というところで、じゃあこれで今回は終了したいと思います。